クリボーちゃんちゃん、クリボーちゃん、ネズミとアルパカどっち好き？航行の自由作戦でアメリカの駆逐艦が西沙諸島の12海里以内を航行した。このどちらにも中国は強く発していて、アメリカへの対抗措置の可能性もある。いやいや、今ない、何もない、何もない。一方のアメリカ、オバマ大統領は16日、南シナ海での航行の自由作戦を継続する考えを示した。The United States will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows. あれ？詳細。おお。特に航空機に対するハードルを下げるということが一番重要なんですね。そうかもしれないね。じゃあの。認知症とかが激しくて家で見て